こんにちは。イヤホンヘッドホン専門店イヤホンのピアラスタッフのかわちゃんです。オーディオライフ楽しんでおられますか？今回の動画では日々イヤホンをご利用いただいている方なら一度は聞いたことのあるワード、底面駆動型ドライバーについて少し掘り下げてご紹介をさせていただきます。底面駆動型ドライバーを搭載したオーディオ製品、例えばヘッドホンであったりイヤホンってめっちゃ高いというね、イメージを持たれる方も多いかもしれないんですけども、実はですね、比較的お求めやすい製品でも採用しているものって結構多いんですよね。なので動画では初めて底面駆動型ドライバーを搭載しているオーディオ製品に、挑戦してみたい方にぴったりな製品をご紹介させていただきます。そもそもですね、底面駆動型というのはね、オーディオのドライバー部分の名称なんですけども、ドライバーについて簡単にご紹介をさせていただくと、オーディオはですね、電気的な信号を音という波、波形に変換して、再生されております。実際に振動をしてね、音を作り出すパーツがドライバーと言われるものなんですよね。で、大きさや、型番の違いで、音は大きく変化するとても大事なパーツとなっております。現在市場に出ている、イヤホン、ヘッドホンのドライバーには皆さんは聞いたことあると思うんですけども、ダイナミックドライバーと言われるものがね、主流となっております。そのダイナミックドライバーとは、特徴や、作りがね、大きく異なるのが底面駆動型のドライバーでございます。市場に幅広く普及しているダイナミック型のドライバーは、ドーム型や、球状のような立体的な形をしております。そういった立体的な形をしている振動板の、中央にですね、ボイスコイルというね、いわゆるね、普通の電線を巻いたものを使うのが特徴となっております。で、動力源であるコイルに振動板を貼り付けている形になっているので、振動板は貼り付けられている箇所だけが押されて、空気を動かすことになります。この部分的に、押された力が振動板全体に伝わっていくときに遅れや歪みが起きてしまって、音の歪みや定位感の乱れなどが、起きてしまうといった可能性がございます。一方でですね、平面駆動型のドライバーは通常のダイナミックドライバーと比較すると振動板がフラットな形状しているんですよね。で、その振動板全体にコイルが埋め込まれているといった特徴でございます。で、その振動板をですね、磁石で挟み込んだ状態で信号を入力すると、振動板全体が一様に振動いたします。なんで、その振動板全体が一様に振動するので、ダイナミック型ドライバーの抱えている問題の分割振動が生じにくいので、ピュアな音質が特徴となっております。また、振動板自体をかなり薄くできるのが特徴で、解像感であったりとか細かい音の再現性において利点がある方式でございます。なんで、ハイエンドヘッドホンに、採用されるパターンが多くてですね、特に40万円以上するハイエンドのヘッドホンなど平面駆動型のドライバーを採用している場合がね、結構個人的に多いんじゃないかなと思いました。で、ダイナミックドライバーと比較して平面駆動型の音質のイメージ簡単にお伝えすると、個人的な印象としてはやっぱり中高域のね、音のレイヤーがね、すごく細かくて、輪郭がこう柔らかくて繊細な音質の機種が多いんじゃないかなと思います。で、同じくですね、中高域の空気感がこうふんわりとして、ナチュラルな表現が、平面駆動型の強みじゃないかなと思います。一方でダイナミックドライバーはやっぱりその低域のね、量感とか、あとは質感、空気感とかキック感が、平面駆動型と比べると、勝ってるんじゃないかなと思いますので、ここら辺ね、ドライバーの種類ごとで音質の聞き比べをするのもね、すごく楽しいので、ぜひ一度お試しいただければなと思います。イヤホンヘッドホン専門店イヤホン秋葉原店から重大発表。イヤホン秋葉原店本館が2023年3月24日リニューアルオープン予定。神田エイトビル1階地下1階にイヤホンゲーミング秋葉原がオープン。というわけで早速、平面駆動型ドライバーを採用したオーディオのエントリークラス、お求めやすい機種をご紹介させていただきます。まず1機種目はこちらですね、ハイファイマンのHE400SE でございます。
こちらが、イヤホンウェブ本店価格16,500円で販売している製品でございます。なんとね、底面駆動型搭載しているヘッドホンね、この値段から買えちゃうんですよね。音質的に、影響が少ないステルスマグネットを埋め込んでおります。でリアルな音波感と立体感がすごい得意なヘッドホンでございます。で平面駆動型のヘッドホンって結構重たい機種が多いんですけども、こちらね、結構軽めでですね、装着感は良好な機種でございます。でなんで本当にお求めやすい価格で、平面駆動型ドライバーの良さをね体感できる製品でございます。音質なんですけども、それこそ同じ価格帯のヘッドホン比べると音質に関して頭一つ出ている機種だなと思います。非常に透明感が高くてですね、クリアな音質が特徴となっております。で一方でね、その自然さ、ナチュラルさも持ち合わせている機種で、細かいディテールと、自然さがすごくね上手に両立した製品と感じます。あとはですね、やっぱり広域のね、空気感とか広がりはやっぱりねこの機種じゃないと表現できない音質になっております。なのでぜひぜひですね、初めて挑戦したいなという方は一度視聴してほしい機種でございます。お次にご紹介するのは、冒頭にも登場したんですけども、フォステックスの T50RP Mark III でございます。こちらがイヤホンウェブ本店価格28,710円。こちらはですね、独自の RP 振動板を搭載しております。ドライバーね全部自社開発でやってるんですよね。で、ジグザグ形状のプリンテッドコイルパターンをね採用しているのが特徴で、中高域の情報量がねすごくね優秀な機種かなと思います。モニターヘッドホンとしてもお使いいただけるように、設計されている機種なんで、プロ用途にもねすごくおすすめの機種でございます。でこちらの音質、簡単にご紹介させていただくと、先ほどご紹介した H400 と比較すると結構ね音質のタイプが異なっていてですね、こちらはねこうよりこうすっきりとしていて、音をこう淡々と鳴らすようないわゆるモニターライクな味付けがなされていく製品かなと思います。特にですね、広域のね細かさに関してはね、かなりね情報量の多いサウンドが楽しむ製品で、音のね張りの良さと引き際の繊細さをしっかりと楽しむことができる、音質かなと思います。結構すっきりしている音質ですね。なんで本当にその音源の良さをそのまま引き立たせてくれるような、ヘッドホンなので、そういった聞き方が好きな方にねすごく刺さる製品なんじゃないかなと思います。一方でですね、低域の深みとかレンジ感、広がりに関しては H400 の方が、得意に感じますので、そこら辺もね、いろいろ聞き比べていただいて、お好みの機種を探していただくのも楽しいんじゃないかなと思いました。平面駆動型ドライバーなんですけども、かなり音質に関しては優れたパフォーマンスを誇る方式なんですけども、一つ弱点がございまして、駆動力のあるアンプと接続しないとその本領を発揮できないといったね、弱点がございます。で、今回せっかくなんでおすすめの、組み合わせのアンプをご紹介させていただきます。こちらもね定番の機種ですよね。フィオの K7 でございます。こちらが、イヤホンウェブ本店価格35,750円で販売している製品でございます。こちらもねイヤホンの据え置きアンプの売上ランキングでずっと1位に降臨している定番のアンプでございます。 THX-AAA788 プラスアンプ搭載によるクラス最高峰の音質、こちらフルバランス出力に対応しております。USB だけじゃなくて光と同軸デジタル入力に対応しているのと、あとはですねアナログ入力にも対応しております。結構くっきり系のね、力強い音の粒立ちが楽しめる、音質で、傾向はね、低域と高域がね少しだけこう強調されているけど自然さ重視で、こちらもね音源をねストレートに表現するタイプなんで、ヘッドホンの音質を邪魔せずにお楽しみいただけるというのも特徴かなと思います。でドライブ力も正直この価格とコンパクトなサイズ感に関わらず強力なのが特徴で、重量級のヘッドホンを駆動させた場合も、健在でございます。それこそね、今回ご紹介させていただいている平面駆動型のヘッドホンやインピーダンスの高いヘッドホンもね不満なく鳴らせますので、ぜひこちらもね一緒にご検討いただければいいんじゃないかなと思います。で、平面駆動型のドライバーって、ヘッドホンのイメージが強いかもしれないんですけども、実はね、イヤホンにもね搭載されている機種がね
ねございます。お次はイヤホン製品でおすすめの製品をご紹介していきます。まず一つ目がこちら、ムーンドロップのステラリスでございます。こちらがイヤホン1本店価格2万700円で販売している製品でございます。こちらがですね、こんなにちっちゃい筐体の中に、14.5mm の平面駆動型、平面磁界型ドライバーを搭載しております。厚さがね、わずか1マイクロミリの、サブナノメートル振動板、めちゃくちゃ薄い振動板が入っております。で、音質なんですけども、まずね、中高域の広がりが大きくて、細かい音のレイヤーがいくつもこう折り重なったような音質が楽しめる機種かなと思います。音の粒立ちが、まあ、同じ価格帯のイヤホンと比べると、本当にね、細かくてですね、緻密な描写が楽しめる製品じゃないかなと思います。で、いわゆる BA ドライバーを搭載している、イヤホンとかと比べると、音のエッジがすごく滑らかで、かつ情報量の多さ、が、両立していてですね、聞き応えと滑らかさをね、すごくうまく両立している音質かなと思います。で、ムーンドロップらしくてですね、ボーカルの表現がすごく上手で、細かい唇の動きとか、あとは息遣いなどがね、すごく滑らかに手に取るように、感じられる音質かなと思います。全体的なバランスは中高域寄りで、しっとりとしたボーカル、の、楽曲と相性がいいので、ぜひ一度聴いてみてください。はい、イヤホン、もう一機種ご紹介いたします。ティンハイファイの P1 MAX コメンモラティブでございます。イヤホン1本店価格28,900円で販売している製品でございます。こちらもね、14.2mm の、大きい大口径の新型平面ドライバー、平面駆動型ドライバーを搭載しております。で、特徴の一つがですね、こんな感じで、プラグがね、付属していて、2.5mm と 4.4mm バランスプラグと、3.5mm のシングルエンドプラグで交換が可能となっているのが大きな特徴となっております。で、このイヤホンの特徴が何といってもね、レンジが広くてですね、深みのある音質が特徴となっております。傾向はね、まあ、フラット系で、癖がね、すごく少なくて、どの楽曲でも相性がいい音質に感じました。で、先ほどご紹介したステラリスと比較すると、低域のね、量感が大きくて、聞く感もね、結構ね、グッとくるタイプの音質でございます。より深みのある、低域が楽しめるタイプかなと思いました。かなり自然で、違和感の少ないニュートラルな音質なので、特にね、倍音の表現がね、すごく繊細で、かつ柔らかい表現が特徴で、サウンドステージは広くて、ふんわりと広がるのが特徴となっております。広域のね、きつさもね、かなり抑えられていて、広がり感じられる音質なんですけども、ゆったりと音楽に浸りたいという方にすごくおすすめの製品でございます。と、まあこんな感じで、製品、おすすめの製品をご紹介させていただきました。今回ご紹介した製品は、イヤホン、ヘッドホン、専門店、イヤホンで、ご視聴いただけますので、ぜひ一度お試しください。以上、最後まで見ていただいてありがとうございました。イヤホン、ヘッドホン、専門店、イヤホンのピアスタッフのかおちゃんがお送りしました。さよなら。